フラウィウス・アンテミウスは5世紀初頭に活躍したフラウィウス氏族出身の東ローマ帝国の政治家。アルカニウス定期からオリエンス・ミチ長官を務め、テオドシウス2世の時代の初期まで事実上の摂政として政権を握り、テオドシウスの城壁の基礎を築くなどした。テオドシウスの城壁、アンテミウスは344年から356年のオリエンス・ミチ長官。 フラウィウスピリップスの孫にあたる。アルカデウスの治世中の400年頃に国庫管理総監に、その後404年に内務長官に任じられた。後者はコンスタンティノープル大主教、ヨアンの追放騒動の中で獲得した職だった。ヨアンの敵対者たちがヨアンを支持する群衆を蹴散らすためにアンテミウスに部隊の出動を求めたとき、彼は最初はこれを拒否していたものの、 最終的に彼らにはこの状況を引き起こした責任があると宣言して軍を出動させ事態の決着に大きな役割を果たしたのである。405年、アンテミウスは東ローマ帝国の執政官に任じられた。ちなみにこの年の西ローマ帝国の執政官はスティリコであった。皇后アエリアエウドクシアが死去した後、アンテミウスは405年に フラウィウス・エウテュキアヌスからオリエンス・ミチ長官の職を受け継いだ。これにより、アンテミウスは、東ローマ帝国における皇帝に次ぐ実力者となった。406年4月28日、彼はパトリキに昇進した。怠惰な皇帝アルカディウスに代わり、アンテミウスは、帝国の政務を握り、前任者たちのタインゲルマン人戦略を受け継ぎ、東、ローマ帝国の権威を保つべく奔走した。 しかし次第に、イリュリクム道を併合して、東の帝国を従属させようと企む、西ローマ帝国の実力者スティリコとの対立が深まり、またイリュリクムに入った西号島をック一世や、小アジア南部を荒らし回る、イサウリア人にも対処しなければならなかった。またアンテミウスは、ユダヤ教徒やキリスト教異端、異教に対する法をいくつか制定している。年に、 アルカディウスが死去した時、後を継いだ息子のテオドシウス2世は、わずか7歳だったため、アンテミウスが、摂政となり、多方面で再核を発揮した。まずサーサーアン・アサと、新たな和平条約を結んで東方を安定させ、さらにスティリコが暗殺されたのを機に、ラベンナの西ローマ政府と関係を改善した。また409年にウルディンの撃退に成功し、 その後ドナウ川の艦隊を増強しても、エシアとショースキューティアの防衛を固めた。408年までのコンスタンティノープルでは、エジプトなどの国倉地帯から穀物を供給する船が、不足して飢餓に陥ることがたびたびあった。408年に飢餓が起きたことを受けて、アンテミウスは、穀物を輸送する商人への税を免じ、帝国のどこからでも、穀物を調達できる、輸送網を整備し、 首都長官の管轄とした。また一万一の時に市民に解放するための食料備蓄も整えた。またアンテミウスは409年に税制を整備した。414年には368年から407年までの時期の延滞税を免除した。コンスタンティノープルは5世紀前半からコンスタンティヌス一世時代の城壁を越えて拡大していた。そこでアンテミウスは 古い城壁の 1.5km 正方に、〇〇海から金閣湾に至る全長 6.5km の城壁を築いた。413年にこの城壁が完成したことで、コンスタンティノープルの地域はほぼ2倍に広がった。歴史家、ジョン・ワグネル・ベリーは、アンテミウスを、ある意味で、第二のコンスタンティノープル建設者と呼んでいる。彼の築いた城壁は、 後に増築されて二重となったテオドシウスの城壁の内壁として現在も一部が残っている。414年、アンテミウスは土地上として歴史上から姿を消した。摂政の地位はテオドシウス二世の姉アエリアプルケリアがオリエンスチ長官はフラウィウス・モナクシウスが継いだ。アンテミウスの娘が軍務長官プロコピウスと結婚し、生まれた子が後の西ローマ皇帝。 プロコピウス・アンテミウスとなる。また息子のアンテミウス・イシドルスが436年に失政官となっている。西ローマ皇帝アンテミウスの娘、アリュピアが西ローマ帝国の独裁者リキメルと結婚している。アリュピアの末裔にカロリング朝、フランク王国の最盛期を築いたカール大帝がいる。ありがとうございます。